はいどうも、カッパ園長です。じゃあ今度はね、NHK のお話いきましょうか。これはどうでしょう？ニュース見た方いらっしゃいますかね？結構日本のメディアでも取り上げられてましたけど、また NHK がやらかしてんですよ。この世界遺産、あの高野山ありますよね。高野山ですよ。これ参道ですよね。いや勝手にね、無許可でね、なんかこの撮影にね、このなんかこう、都合がいいように、この工事し始めちゃって、しかもね、壊しちゃうんですよ。道を、いやこの車が通りやすいようにね、なんか勝手なことやらかして、でしかもそれが発覚してね、でこのなんかこうふてぶてしいというかふてくされてね、しゃあねえなうっせえなっていう感じでね、しぶしぶね、いやいやね、この謝罪らしきコメントを発表しておしまいっていうね、ほんとふざけてますよねこいつら、さっきの令和新選組もそうですけど、NHK もね、大概もう秒で解体しないとダメですよね。何やってんだよこいつら、ほんと偉そうにふんどり返って、しかもなんかこの世界遺産まで壊しといて、ふてくされてる場合じゃねえだろうとね、謝罪らしきコメント一発ちょってね、こそこそっと大々的に、いやもう責任問題だろこれ、何なんだよこいつら、ほんとマジで。じゃあちょっと内容見に行きましょうかね。世界遺産のこの高野山につながるこの参道でね、お参りする道ですかね。参る、詣る道で、NHK が発注した工事によって階段などが破損してね、和歌山県が工事中止するように指導したと。で、4月13日、和歌山県高野町の高野町か。高野山道を、女人道っていう道があるのかな。で、県の世界遺産センター職員が、ね、土のうがね、勝手に敷き詰められてるのを発見したと。で、県と高野、県と町が調べたところ、周辺では NHK のテレビ中継放送所の、設備更新工事っていうのが行われていて、およそ200メートルにわたって無許可で土のうが敷かれてね、この資材の運搬車が走行していたことが分かったと。舐めてるよな、こいつら、本当。自分たちがね、やることは、言うことは全て正しいとでも勘違いしてんだよな、こいつらは。上から下まで、どいつもこいつも。で、運搬車が通った部分は、路肩や丸太の階段の一部が破損してると。だからもう壊してんですよ。それでここに開き直ってね、いや、仕事ですけど何かみたいな態度なんですよ。で、県と町は、文化財保護法違反として、NHK に工事を中止するよう指導しましたと。NHK 側は必要な許可を得ず、ね、作業を行って貴重な文化財を破損してしまったことを深くお詫びいたしますとコメントしていると。これ当然修理代請求するんだよね。しかも法律に違反してるんだろ、ね、責任者と捕まえてぶち込めよ。ていうかもう解体しろよ、こんなところは。こいつらこそ、ね、さっきの令和と同じで、ね、反日活動家放送局だろ、ね、日本犯罪者協会だからさ。こんなもんがね、普通にのうのうとね、存在を許されてるのがおかしいんだよ。いや、これはもう潰さないとダメですよね。速攻で、なぜ今すぐやらないのか、逆にそっちが不思議だよね。まあ、分かってて言ってますよ。だからよくこの NHK の話をするとね、たまに、でも昔に比べたらその割合も随分減ったのかな。最近なかなか見かけなりましたけど、見かけなくなっちゃったんですけど、この NHK をこの擁護する、ね、そうは言ってもなんか NHK じゃないとできない番組とかもあるんですよっていう、そのアーカイブ的な、ね、それはなんかこの貴重なみたいなこと言う人いますけども。まあ、そりゃそうかもしれないですけど、それをはるかに上回るその存在自体がもう害悪でしかないんで、だったら解体してさ、ね、別ななんかこの国営放送でも何でもこう、まっとうな放送局を一個作って、ね、で、そこにこのやってもらえばいいじゃないですか。もうね、NHK 自体がもう無理です。ね、解体案件ですよ。てかもう解体案件なんてこれだけじゃないですけどね。振り返ってみれば過去遡ればいくらでも出てきますけども。もうとにかくね、どいつもこいつもですよ。ね、アナウンサーから裏方からどいつもこいつも NHK は何を言ってもやっても許されると勘違いしてんだよな、こいつら。ね、この反日勢、徳川の連中のこの、なんか共通する特徴の一つですよね。自分たちは何を言ってもやっても許されると勘違いしてるやつばっかりですよね、本当に。ことごとく。だって NHK とね、この工事業者、まあ例えばこのまあその放送とかなんかそういう、分野で言うとこの下請けのなんかこうね、なんかそういうこの、あるじゃん、業者が。
うん、結局なんかこのね、害虫と見せかけてね、やっぱりこのグルなわけでしょね。うん、だこの工事とかこのね、請け負ってるこの業者なんかもね、結局一緒だと思いますよね。うん、ドイツもこいつもね、寄ってたかって日本を破壊しているんですよね。うん、だから NHK とね、それに絡んだ業者は、ね、全員日本の敵ですよ。うん、これは別に言い過ぎでも何でもないと思いますよ。うん。もう即解体ですよ。即解散ですよ。ね。で、関わったやつはもうことごとく取っ捕まえてぶち込んで始末するべきですね。うん。確実に日本の敵だもん。うん。いや、もうこれ、はっきり言って朝敵って言っていいと思いますよ。うん。ね。こんなことしてるわけですよ。堂々と NHK がふんぞり返って。しかもそれを指摘されたら逆ギレするっていうね。うん。不適されてる場合か？ねえ、申し訳程度に謝罪らしきコメント一発投げて、終わりじゃねえよ。責任者出せよ。うん？てか解体しろよ、さっさと。こんな反日不良企業。意味がわかんないですよね。うん。一応とはいえ、ねえ、うん。要はこの、日本を代表するね、マスコミ、メディアの一つなわけだろ？うん。しかも NHK だよな。それがね、堂々と国賊行為ですよ。うん。いや、意味がわかんないよね。解体一択でしょ。うん。それでも何もね、うん、行動もしないんだったらもう、ほんと日本の政治家どもは何の役にも立たねえな。え？おい。しっかり仕事してもらいたいっすよね。だから結局この政治家連中も、ね、なんだかんだ、ね、このなんかこう、金？うん。だからまあ、例えば天下りだったりとか、結局なんか政治家連中もこのね、うん、こんな団体ですけれども、いや、こんな団体だからこそか。うん。だからもうつるんでグルになって、一緒になって私腹肥やしてるやつばっかりだからさ。だから結局なんかもう福間殿というかもう巣窟みたいな、うん、悪の権化みたいな、ね、そういう存在になり下がっているのに、ね、相変わらずそこに居座り続けてるわけでしょ？じゃなかったらこんなもんもうとっくの昔になくなってなきゃおかしいんだけどね。うん。とりあえずそうだな、もうディレクターレベルのやつは全員懲戒解雇処分。ね。でも、なんかもう追跡調査かけてさ、ね、もうとっ捕まえてもうぶち込んでね、もうなんだろう。変な話、死刑も、無期もあると思うけどね。終身刑でいいと思いますけど、いや、この税金つぎ込むのもったいないから、もう死刑だな。うん。朝敵ですから。日本丸ごと敵に回してるわけですから。ね、日本の歴史、日本そのものをね、この破壊して、ね、踏んどり返って偉そうに私腹肥やしてる奴らですから。うん。ドイツもこいつももう始末しないとダメですよ。うん。まあ多分日本人だったら普通にね、こんなことやるわけがないんで。だから日本人ですらないと思いますよ。うん。いやもう受信料返せなんていうレベルじゃないですよ。ひどいもんですよね。うん。いやもうこれね、日本の例えばこの歴史とか文化とかに理解を、だそこにこの価値とかを見出せないわけのわからん連中が運営している反日組織ですから。ね。こいつらはもう即解体。で、関わっていた、ね、もう過去遡って、ね、所属していた、なんかもう何かしらこの関わった奴らもう全員とっ捕まえて始末すべきですね。うん。いや、これはもう大げさでも何でもなく、確実にそれやるべきですよ。もう、わらわらと、ね、ドイツもこいつも寄ってたかって日本を破壊してきた奴らですから、そんな容赦なんかする必要ないですよね。うん、こんなもんわざとやってるに決まってるじゃないですか。たまたまじゃないですよ。うん。何様だよ、NHK。ほんと。確実にとどめを刺しに行ってもらいたいですけど。まあ、やれる奴はいねえんだろうな、ほんと。ほんと日本の政治や連中ってもう頼りにならねえ、もう腐った奴ばっかだな、ほんと。まあ、選んでるこっちもね。なんとかならんかな、ほんと。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。